ショートプログラムでは完璧な演技、真央ちゃんのライバル、日本のライバル、そんな感情は今日は捨てて、この人の美しさに酔いましょう。世界フィギュア銅メダリスト、韓国の妖精キム・ヨナ。まだ腰は痛いはずなんですが、八木沼さん、この演技こう見ていてすごくこう爽快感があるといいますか、はい、とてもこう若々しくて、可愛らしいですよね。そうですよね。世界選手権でもショート1位で折り返して、いろいろなプレッシャーがかかる中、表彰台にとどまれるだけ あのフリープログラムの演技ができたというのは、はい、この若さで本当に素晴らしかったと思います。来シーズン、この今回の経験というのが生きていくでしょうね。そしてまあこれは競技会ではありません、エキシビションなんですが、少しも手を抜くことのないこの演技。そうですね、トリプルルッツジャンプも入っていましたし、入ってましたね。はい、本当にこう気持ちよさそうに滑ってましたね。そうですね、競技とは違う柔らかい表情で見せてくれましたキム・ヨナ。どうぞこれからも日本勢の良きライバルでいてください。